ワンピース海賊無双3。ルフィさんたち。サンジを仲間に加えたルフィたちはメリー号と共に姿を消したナミを追って彼女の故郷ココヤシ村を訪れていた。かつて繊細孤児だったナミは元海兵の養母ベルメールによってこの村で大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常は一変する。魚人海賊団を率いるアーロンは村の人々に上納金を要求し金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束を信じ魚人海賊団の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ。以来海に出ては海賊たちから宝を奪いついに約束の1億ベリーが目前となるが、もう少しだよ、ベルメールさん。もう少しで、何もかも帰ってくる。ココヤシ村も、みかん畑も、私の夢も、長かったけど。1億ベリーまで、残り、あと700万ベリー。今の私なら、あと一回後悔すれば、必ず手に入れられるはず。あと、たった一回の後悔で、すべてが返ってくる。すべて報われる。アーロンから解放されるんだ。ベルメールさん、そしたら私、やっと、心の底から笑えそうな気がするよ。おお、どうした我らが有能なる測量士よ。血相を変えて。あんたが手を回した海軍が、私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は、死んでも守るんじゃなかったの？守るぜ。俺がいつ約束を破った？とぼけるな。お前が海軍に私の金を。俺が約束をいつ破った？言ってみろ。ね、シャーク。ルフィ、何を。何も知らないくせに。ああ、知らねえ。あんたには関係ないから、島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。
んだあいつ。叶わねえのか。裏の連中がやべえな。まずあっちを片付けるか。ナミさんを泣かせるような奴らは敵のコラズを下ろしてやるぜ。厚苦しい野郎だな。俺は司令塔の役を引き受けるぜ。そこはお前らに任せたからな。一体気にすんな。それよりアーロンのところに行かねえと。同胞たちよ、くだらねえ人間どもに巨人がどれだけ優れた種族か教えてやれ。やつら水路を使って移動してんのか。これじゃ手が出せねえぞ。水中で呼吸もできねえとは哀れな生き物だな。なっ、なんちゅう強さ。マミはかわいそうだと思うし、力を貸してい気持ちは山々なんだが、死ぬのはちょっとパスだ。このままどんずらこかせて。みっともねえ。今ここで全力で戦わなかった俺に、あいつらと同じ船に乗る資格なんてあるはずねえ。男ウソップ、逃げるわけにはいかねえんだ。見てろよ、俺は戦うぞ。嘘じゃねえ、本物の勇敢なる海の戦士になるために。もうのんびりと楽しいだけど、快速ごっこは終わったんだ。おお、頼もしいな。実は向こうに水路の水を止めるスイッチがあるんだな。よし、俺が引き受けた。一人で大丈夫かい。ここで逃げるわけにはいかねえんだ。やるじゃねえか。これで先に進めそうだ。
しに来た。あんた、殺しに。殺しに。シャッ。お前が俺を何度殺そうとした。結果俺を殺せたか。俺はこれからここにいるお前以外の人間を全員ぶち殺すことになるわけだが、お前がまた俺たちの仲間として海図を書くというなら、ここやし村の連中だけは助けてやってもいい。ナミ、お前は俺の仲間か、それともあの海賊どもの仲間か。そんな、ルフィたちの仲間だといえば全員が殺されて、アーロンの仲間だといえばみんな助かる。私の一言でみんなが、でも私は助けてくれると言ったあいつらの言葉を疑いたくない。ごめんみんな、私と一緒に死んで。抵抗したところで貴様らの運命は微塵も変わりやしねえ。敵の援軍が止まらない。ミクロを使って裏から攻めるのよ。よし、援護は俺に任せろ。村の連中を守るのを忘れんなよ。何がしていいのかは分からねえけど、あいつらに勝手な真似はさせるな。余裕でいられるのも今のうちな。アーロンさんが相手をするまでもね、俺が片付けてやるぞ。逃げたりしねえぞ。
は極兵士じゃねえんだぞ。六刀流の本気を見ろ。このままじゃ終わらねえからな。足場は固まったな。ぼちぼちアーロンをぶっ飛ばしに行こうぜ。ベルメールがナッチャンをかばって死んでから8年、ついにここまで来た。アーロン、ナッチャンは俺たちを救うためにずっと一人で戦ってきたんだ。これ以上背負わせることはできない。村人全員いつでも戦う覚悟はあったんだ。やるぞ。おお、今度は俺たちがなっちゃんのために戦うんだ。勝てなくても俺たちの意地を見せてやる。見てて、ベルメルさん、私必ず村のみんなを自由にしてみせるから。ここの水路はスイッチが3つあるの。全部壊さないと中には入れないわよ。俺たちが敵の雑魚どもを食い止める。その間に何とかしろ。やれ、敵をぶち殺せ。
場所の門を開けなきゃ。
ロンをぶっ飛ばせる。いくぞ。ってのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。血の公開しよう。泣かすなよ。俺はお前をぶっ飛ばしに来たんだ。このゴムの。おざき、加藤氏ぞ。俺とてめえらち、生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。このゴムの。もういい、小細工はなしだ。助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次のルマンを加藤種族だ。ゴムゴムのWhat?
ベルメールさん。8年もかかったけど、やっとみんな自由になれた。やったな。